い、皆さんどうもこんにちは、ワンディアのゆうぽんです。はい、今回はね、皆さんからかなりリクエストが来ていたスクイーズの収納法を紹介していきたいと思います。でも本当にね、皆さんみたいにこうセンスがいい収納法でもないんですけども、まあ紹介していきたいと思います。はい、まずね、こちらの引き出しに入ってます。結構落書きがあるんですけど、まあ、こちらちっちゃい頃から、まあ、使っているタンスだったので、タンスっていうか箱だったのでかなり汚いです。またね、箱変えたいと思います。まあでもこの中にこのように入ってます。まあ主に大福とかパンケーとか、まあサンマもいますね。はい、であとはなんかこのディズニー系とかもあります。でこう前ダイソーで売っていたパンとか、あとはマザーガーデンを入れてます。ちょっと暗いんですけどすみません。ここにマザーガーデンを入れています。でここにはキャンドゥのスクイーズも入れてます。でこちらの上に行くと、まあ、ブルーム系のスクイーズとカフェドエヌのスクイーズとかです。はい、でまあ奥にもね、あります。あ、やべ、肉まんとたい焼きがあります。それとここに大きいスクイーズと、まあ、リンゴ飴とかも、桃が4つもあります。で、まあ、この上に、まあ、この上ミッフィーなんですけど、でこの下にスクイーズ入れてます。でここにアイラブピーチと、ここにクジラのスクイーズと、奥にアイラブオレンジがあります。こっちイタリアンブレッドとイングリッシュブレッドになります。まあ、隣にはこのように水系スクイーズがあるんですけども、かなりぐちゃぐちゃです。こちらもね、紹介したいと思います。でですね、こちらの箱にはこのようにスクイーズが入ってます。まあ、深さはこんぐらい、深さはこんぐらいあります。でまあこちらはミニパンです。でまあこの下に、まあ、こんな感じにあります。まあ、こっち側に伸びるお餅があります。でもここにもうんちがあります。ここは穴開いてるんですね、ここ。でこれもわっ、やばっ、はい、先ほど見ましたが、こんなにね、ジェルが飛び出るんですよ。ここです、穴開いてるジェル。やべえな、これやばいですね、これ。はい、ということで今回はこのような感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではおつぽん。